絞り込まないと、うん、ここに中の内側の皮が当たる可能性がある、わかりますわかりました、うん、それで絞り込んでおいて中に入れると、うん、はい、こういう状態でもう入ってますね。でこれをここでね、人差し指をここに置いておくといいですね、うん、と分かりやすいですから、はい、でここに巻きます。で巻いた時に少し引っ張って、うん、こちらに通します。でこちらの紐を、下の紐を引っ張るとこれがずっと絞り込めますね、うん、絞り込めたらいっぱいになるまでここでここを引っ張りますね、うん、で引っ張った状態でこれ皮表、うん、裏ずっといってこれ裏が出ています、うん、これをこのまま引っ張ります、はい、で一巻き、はい、でねこの時にここを絞るときにこれを例えば皮がこちら向いた状態に、はい、なるとどうなるかというと、ここがね重なっちゃって、うん、突起になっちゃうんです。わ、うん、かる、うん、わかりますね、うん、要するにこの皮の状態をそのままこちらへ持ってくるとここが完全に締まらない状態になるから、うんうん、ここはあくまでも逆で皮の中側が見えるようにそうするとここがしっかりと、はい、で実際にそれをずっとやるとあの皮の表ができるようになるとここがゴテゴテになってしまって、そうですね、うん、ものすごくあの、うん、手触りが悪い状態になります、うん、だからここだけ気をつけてくださいね、はい、この裏側に来るようにでここでで一番最初だけはねここむちゃくちゃ締め上げてしまいますとここが食い込むぐらいになっちゃって、はい、ここがもう全然ゆとりがなくなっちゃって、うん、切れやすくなりますので、うん、最初は少し緩め、うんうん、まあ本当の気持ちなんですけど少し緩めにしてやって、うん、で2回目からギュッと締めないんですよ、ね、そう最初一番最初だけ、ねうん、でこれまたこういう状態で、はいでここをこちら側をこちら側をここに沿わせて引っ張ってやると、はい、見た感じが綺麗に見えますよね。はい、でこちらもこういう状態で締めちゃってでこの2回目からはもうしっかりと絞ります。わかりました。で絞るときはこちらへ引っ張るというよりこちらへ横へ引っ張るようにしてやるとこの縫い目が揃っていきます。こちら引っ張っちゃうとこれがぐーっと下がったり上がったり下がったり上がったりしますので、できるだけここをあのこれの延長でいくようにしますね。うんはい、やってみます。はい、この続き。わかりました。と縁に乗せて構いませんか。うん、構わないです。はい、わかりました。じゃあ一つ。うん。これね、こういうふうにという、はい、こういうふうにして、
うん、そう、この中側へね、これをね、はい、でこいつをね、ずっとしぼ絞って、こっちへ、うん、こっち、あ、上、そうそう、そうそう、ここがぐーっと絞ってくる、締まってくるでしょ、はい、で、目いっぱい締めて、もう、うん、で、あとは こいつを絞って、そうそう、斜め、うん、で、最後の方でね、ずーっとやってたら、ここがね、順番に順番にほら、上がってくるでしょ、そうですね、そしたらね、早め早めにね、ここでね、合わせてるんです、うん、ここに、はい、まだ、まだ回ります、うん、これずーっと来ちゃうと、回らなくなっちゃうからね、そうですね、だから、うん、2目もか3つやったら、ここで調節してやるようにして、うん、もう一回やりましたね、うん、いいよ、中からね、はい、うん、で絞ってやって、うん、斜め、うんうん、こういうふうにして、でここでこちらを引っ張ってやると、あ、うん、自分の利き手の方でやった方がいい、うん、ではい、でまたこちらで、うん、くるっと回して、これをね、誰も教えてくれなくてね、うん、そう、昔からあの道場に置いてあるやつとか、あの柳生新掛流のあれが奈良にあるじゃないですか、柳生の里って、そうですね、あそこの正木道場まで行って、あそこに置いてあるやつとか、それから名古屋の新風館に置いてあるやつとか、昔のやつを見せてもらって、でどうやって巻いてあるんだろうってやればさ、簡単なことなんだけど、これがなかなか分からなくて、もう、うん、キャッキャッ、いいよ、はい、うん、キャッキャッ、うん、そこをしっかり絞って、結構あの締まりますからね、ちょっと引っ張り上げただけでもグッと締まってるから、はい、うん、後のほどくの大変ですよえ、とまた取る、取るのは大変って、うん、あの、うん、そうそうそう、結構絞れてますからね、うん、この時にここを引っ張るとここが、はい、絞ってくれるから、うん、ここ見れるじゃんね、はい、これ引っ張るとね、うん、で引っ張った時にずっとこっちも見ながらここも回していって、うん、あとこいつをこっちに引っ張ってやると割と綺麗に絞れるね、でもあとこれで終わりで、終わりの場合にはどうしたらいいのかというと、まあ、仕方がないからここでさっきのあのこれを使ってこの中に押し込んでしまうか、うん、もしくは我々はもうこのままの状態で出してます、はい、で こういう状態で実際には使ってますね、うん、であの苦になる人は切るか、うん、もしくは場合によっては ここでテープでと一番こっち側だけ止めて切っちゃってるか、うん、いろんなことで使ってやっていらっしゃるね、はい、まあ、好きにしてって言ってこのままで出した方がいいかもしれないです、うん、短ければ短いようにね、いろいろありますから、うん、普段は何回ぐらい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 これやや細めですので11ありますけど、まあ、10巻き9巻きから10巻き、うん、というのはあの20、今29、30ぐらいから30場合によっては31ぐらいのやつもここの節のところがちょっと出っ張ってますから、うん、ある場合はね、うん、そうするとこれが9巻きから、まあ、10巻きぐらいから平均かな、うんうん、中にはあのここが綺麗で節がないじゃないですか、うん、節がないからこの場合は最高で11巻きまで来てますけど、うん、これこのように珍しいね。こういうやつとここで引っかかっちゃうからどうしても引っかかった分だけ厚くなるんですよ、うん、あと円周率だから結構、うん、あの一巻き分ぐらいの半分ぐらいが減ってしまうと、うん、いうことですね。だからどん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 その上級品のような節がここにポコ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 あるやつっていうのは割と少ないですね、うん、巻きするのね、はい、これだったらこういう状態で